てれてててててあ、俺かまた俺かはい、というわけで第2弾でございます。今度はですね、何ハバネロ、ハバネロインメンチカツ。むちょ、外ちょっと撮ってあげる。はい、同じ日ですよ。こんなにくれました。はい、というわけでどんだけ飲んないでよって話なんですけども、第2弾でございます。未だに残ってるソーミン、あーゴーヤチャンプルーという名のソーミンチャンプルね。はい、ね、どこかはまあ頑張って調べて。はい、はい、というわけで、今回はムーチョがリベンジしたいということで、ハバネロ、あ、ハバネロインメンチカツ3分の1です。はいね、やめろと言ってもやるのがムーチョ。はい、いつも通りでございます。メンバー紹介。はい、というわけでいつも通りタカでーす。そして、どうも天野地です。はい、コメンテーターです。そしてよ、はい、リベンジムーチョです。さっきはですね、自爆を引きまして、なんと6分の1のわさび寿司で、6分の1の状態でヒットすると、はい、一番最初に選んでヒットっていうね、はい、で今回はそのムーチョに鑑みまして、ムーチョに順番を決めてもらいました。1番目に天野地、2番目に、私タカですね。はい、3番目はムーチョ。つまりムーチョは選ばないぞと、自分で選ぶと危険というのが分かったんですね。はい、というわけでやっていきたいと思います。ものはこちら。はい、意外とちっちゃいね。かなり入ってるよ、イメージ的に。やばい、やばいです。そうついてます。はい、というわけでやってみましょう。じゃあムーチョのお菓子いいのかな、今回も。はい、ね、はい、というわけで一番最初のアマノッチいってみよう。はい、いらっしゃいませ。これ悩むぜ。そうですね。ちなみに飲み放題終わってるんで、あと残されてるのは水と、うん、手持ちの飲み物以外ないです。はい、1個だけですね、はい、衣は薄いんですよ。あ、なるほど、うん、これは危険と。これは危険なのでこれでいきます。お、あえて危険を攻める。なんかそうそう、ね、前回の俺の攻め方みたいな。せーのでいきますよね。せーので、これせーのでいく、せーのでいく、まあ3人ですから、まあまあ、1人でもいいけど。じゃあ俺はね、まあ単純にね、手前側っていうことでこれでいきます。はい、いきますよ。私はねちょっとソースはね強めにつけるタイプでいきます。というわけでムーチョは残りの1個ですと。残りの1個だよ。よいしょ、よいしょ。ちなみに仕込みないですよ。がっちりガチンコですよ。あのね、ガチ以外何もでもないです。はい、いいですね。じゃあ、はい、じゃあ行ってみる。ムーチョ、今回指定でお願いします。一斉ので食うのか、それとも順番でいくか。順番でいくか、じゃあ順番いってみますか、うん、じゃあ天野地から。天野地からいきましょう。これね、ファーストヒットしたらね、なかなか辛い映像なかなか辛いですね。頑張ってみよう。はい、お願いします。いただきます。ダダダダダダダン。なんとなく真似してみたいな。おっとこれはセーフかな。うん、セーフです。お、セーフです。というわけで次はどうする、どっち行く？タカでしょ。俺行く。怖い。タカでしょ。そういうわけで、じゃあ行きます。中が柔らかくてなかなかドキドキする。これ結構怖そうだね。ねえ、これ逆にね、中にチーズ入ってたらね、逆にめっちゃ拷問なんだよね。それ幅ネギ以上だからね。大変ですよ。もうチーズが逃げてないね。ある意味当たってほしいっていう映像だけど。これよ。はい、つうわけでいただきまーす、はいはい。これヒットすんじゃね？
本当？えっとね、むちょ、公開収録。なんだって。じゃあ今回はあなたに任せる。あの美味しいねこれね。中がとろっとしてなかなか美味しいですね。とりあえずあの死ぬ前にタバコ吸っていいか。俺さ、結構当たると思ってた今。生ぬっちゃん外した段階で。さすがに当たるよと思ってたんだよ。なんで俺ロシア当たんねえんだよ。俺もあの、馬の空的に一番当たって面白いのは俺かなと思ってたんですけど。うん、流れ的にね。はい、うん。当たんなかったですね。それがさっき間違って公言した通りになっちゃったね。なっちゃいましたね。あんなこと言わなきゃよかった。さすが持ってる男。いやね、めっちゃ実は動画撮る前にフラグを立てました。本田圭佑とは別バージョンですよ。何の有言実行だよ。はい、公開処刑です。3、2、1、どうぞ。ね、ね、お約束だからね。うん、一応ねって言っとくか。どうぞどうぞ、自分のタイミングでいいです。あの村中の飲みますじゃね。食べます食べます。覚悟決まらない。いやー、どんな話。正直言うよ、同時の方がやっていかもしれない。行くよ。さあ、どれぐらいにきついのか。あ、来た、来た。ああ。じわじわくるわ。ハパネロきついだろ。わさびの時はガツンときましたけどね。なんでまた俺な。何のために動画撮ってると思ってんの。ちなみにですね、あのガチ2連発なんですけど、実はね、天の内は、まあ、またないと。今までこういうギャンブル系っていうかね、ロシアンルーレット系で当たったことがない。唯一当たったことあります。たこ焼き10個のやつ1人で全部完食したことがあります。その時にやったのが9個食べた時にまだ当たんなかったっていうね。そんな人で当たり引いたっていうのはアホかっていうことをやりましたけどね。はい、現状ムーチョ、レゲエパンチとチェイサーを交互に飲むというですね、冗談抜きで口の中大変なことになってるね。味します？一応甘いっぽい、でも味が分かんない。熱い。でこれで冷めてもらう。あー、辛い。無理だこれ。はい、はい、もう俺ら笑い死に寸前ですね。はい、というわけで、はい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 、じゃあ今回も天の地、コメンテーターとしてどうぞ。はい、本当に良い子は真似をしないでください。今回3分の1だしね。、うん、もう本当ね、危険なんだね。はい、ねえ、むちゃ当たった、まあ、でもね、もうダメですよ。本当に、わかります？いろんな意味で崩壊です。全部レッシャー滑舌がすげえ悪くなって辛すぎて。
間違ってマイク醤油をマイクにしちゃってるからね。今ねもうそれはねガチのネタなんでいいんですけど。はい、というわけで。ないですよ。気をつけてください、皆さん。辛いもんね、本当気をつけてください。ね、明日の朝大変だな。大変だと思うよ。気をつけてから火を吹くよ。やめなさい。やめなさい。ゲスト皆さん、はい、よろしくお願いします。はい、というところでムーチョ連続して、次回ライブの告知でもお願いします。じゃあ6月の20日に花子がないのライブハウス TSP でやっておりますので、罰ゲーム2回当たった私に免じて、私の中村智彦のブログに飛んでもらって、予約してください。お待ちしております。予約するのだ。はい、というわけでムーチョでした。ありがとうございました。じゃあね。嘘。これでじゃあね。うん、じゃあね。